まず私から1点申し上げます。経産省としてはですね、今年6月ベンチャー企業支援策として約100社の有望なベンチャー企業を J スタートアップ企業として選定をして集中的な支援策を講じてきたところであります。こういった中でですね、政府調達にぜひ参加をしたいとの声がベンチャー企業から数多く上がっておりました。しかし一方でですね、ベンチャー企業の入札についてはこれ入札資格の問題もありまして、参加は300万円未満の調達に限定をされておりました。この度ですね、経産省から各省に働きかけまして10月18日に全府省統一の調達ルールを見直しまして、 J スタートアップ企業については300万円未満に限らず全ての規模の政府調達への入札参加が可能となりました。また J スタートアップ以外のベンチャー企業の支援も重要でありまして、 J スタートアップにまだ選定されていないベンチャー企業に対しては経産省の総合評価落札方式の調達については本日から全ての規模の入札に参加可能といたします。こうした取り組みによってですね、意欲あるベンチャー企業が政府調達で実績を積んで信用力向上、販路開拓につなげてグローバルに勝てる企業へ成長していくことを期待をしております。詳しいことについては後ほど事務方から説明をさせます。私からは以上です。東京新聞の人です。サウジアラビア人ジャーナリストのカショギ氏がトルコのサウジ総領事館に殺害された疑惑をめぐりまして、国際的な緊張が高まっています。日本や世界経済の影響をどうご覧になっているか聞かせてください。この事案は基本的には第三国間におけるものでありまして、また現地において捜査が行われている段階であります。まず経産大臣としては事実関係についてコメントする立場にはありませんけれども、その上で申し上げますと、この事案については早期の真相の究明と公正かつ透明性のある形で解決されることを期待したいというふうに思います。日本の経済にどういった影響が出てくるかというのは現段階ではなかなかわからないわけであります。これは各国の動きなども見ながらですね、日本企業の経済活動等に対する影響を含めて、事態の推移をしっかり注視をしてまいりたいというふうに考えています。テレビ朝日放送人です。今朝一部報道で消費税の需要押し込みの対策として経産省は自動車を買うときにかかる税金ゼロにする検討を始めたとありました。経産省の税制改正要望で取得時の負担引き下げを打ち出していましたが、自動車の取得時の税金ゼロを目指すということで、現状の方針はどうでしょうか。自動車はですね、言うまでもなく重要な生活の足であるとともに、製造業の出荷額の2割、雇用の1割を占めているなど、経済雇用面で幅広い波及効果を有する、日本経済のいわば牽引役であります。国内外の市場ですとか貿易環境の先行きが不透明な中、仮に国内の自動車市場がですね、さらに縮小ということになりますと、これは国内の地域の経済雇用、ひいては日本経済全体に大きな影響を与えるというふうに考えております。このため自動車の保有に関する税負担の軽減など車体課税の抜本見直しに加えて、消費税引き上げ時の需要平準化対策として自動車の取得に関するユーザー負担の軽減に向けた措置を講ずることが重要だというふうに考えております。こうしたこれらを内容とするですね、平成31年度税制改正要望に基づいて関係機関としっかり調整をしてまいりたいと考えています。ゼロを目指してございます。内容についてはまだこれから、具体的に、関係機関としっかり議論をする必要があると思っています。全然別の話になってしまうんですけども、福島第一原発 の潜水処理をめぐって東京電力が経産省の小委員会に報告した測定データの中に260箇所の誤りが判明しています。これ経済産業省ホームページ上でその資料の修正を出していますが、これ
修正を報告し、あの資料の修正をホームページにアップしたのみですけど、これ情報公開のあり方として不十分な点があるのではないでしょうか。いかがでしょうか。あのご指摘のあった東京電力の資料修正についてはですね、迅速に情報公開を進めるという意味から、東京電力が資料を公表した17日に経産省のホームページでも修正版の資料と変更比較表をですね、公表したところであります。まずは具体的な修正の内容について東京電力から分かりやすく説明をするように指示をして、昨日東京電力が会見で説明をしたと承知をしております。加えて経産省としてもですね、あのご指摘のように丁寧に説明を行うということは重要だと思っておりますので、本日午後2時から事務方からその内容についてしっかりブリーフィングをさせたいというふうに思っております。あのいずれにしてもですね、小委員会に対する報告内容に誤りがあったことは極めて遺憾であります。正確な情報発信が行われるようですね、引き続き東京電力を指導しながら経産省としてもですね、丁寧な説明に努めていきたいというふうに思っております。あの当然ですね、物事を発表するときというのはですね、ホームページに加えてプレスリリースやあるいはそのに関する詳細なブリーフィングというのがですね、セットで行われるというのが私は当然あるべき姿だというふうに思っております。あの東京電力に対しても経産省としてもですね、今後はやはりそういう形での発表にですね、留意するよう注意をしていきたいというふうに思っております。なおですね、あの修正のあった資料は多角種除去設備で浄化処理を行う前後の水の放射能濃度をグラフで説明したものでありますけれども、この修正の前後でグラフが示す全体的な傾向にはほとんど変化はないということも付け加えておきたいと思います。すみません、先ほどの自動車関連の質問の重ねてなんですけれども、社会課税の抜本的な見直しというのは産業界も求めていたんですけれども、その後に続いたところの、ユーザーの負担軽減について、あの大臣はどんなふうなことを具体的に考えていらっしゃいますか。これはまだあの今の段階で予断を持って申し上げるのは控えたいというふうに思います。いずれにしても、いろんな形で税負担の軽減を図ることによってですね、消費税によるですね、この変動対策に当てていきたいというふうに思っております。それは今の段階では控えさせていただきたいと思います。その関連なんですけれども、消費税増税の平準価格で、そのポイント還元の対象が全て良くなるかどうかという、今日の一部の報道もありましたけれども、その点について大臣の考えを。あのまだ今の段階ではですね、具体的にどういう形で還元をしていくのかとかですね、具体策はまだ未定でありますので、少し、来年度の予算編成の過程で、議論をして、しっかりと決めてまいりたいというふうに思っています。またそれに関連して、あの経産省としてはキャッシュレスをこう考えていくことを目指していらっしゃると思うんですけれども、クレジットカードの手数料あの日本がですね、このキャッシュレス対応の世界のトレンドで少し遅れているというのは事実でありますので、これを政策的にしっかり後押ししていかなければいけないというのは、これはあの消費増税に関係なくですね、進めていかなければいけない政策であります。また一方でですね、これから具体的な対策の検討は行ってまいりますけれども、消費税に合わせてですね、キャッシュレスでポイント還元とか、あるいは値引きということが今検討されているわけでありますけれども、あのともかくあの導入しやすい環境を整えなければいけないというふうに思っています。日本でいわゆるクレジットカードの導入などが進んでこなかった背景にはですね、やはり手数料負担が重いということもあったわけでありますので、今度具体的にはこれから決めますけれども、いろんな選択肢を準備をしていく、キャッシュレス対応をしやすい環境を整えていく、中小の商店でもそういった対応ができる環境を整えていくという議論の中でですね、手数料を引き下げるなどの措置も検討しなければいけない。でその際には関係事業者にもですね、協力をお願いしなければならないというふうに思っています。NHK の宮本です。あの通商分野で言って今朝の一部の報道でですね、あの日米欧大臣も参加される産業界会合でデータ移転の自由化のルールについて、近く日米欧で打ち出しがあるのではないかという報道があったんですが、この国境の事実関係からでしょうか。
データ流通のですね、重要性が高まる中、データの個人情報保護の権利や安全をしっかりと保護した上で、自由なデータ流通を促進をしていくルールの形成が非常に重要だというふうに思っています。で、国際的にもですね、すでにこれは日本も呼びかけ人となってですね、呼びかけ国となって、WTO において有志国の電子商取引会合を立ち上げて、データ流通の在り方を含むデジタル貿易のルール形成について議論が始まっているところであります。また日米 EU 三極貿易大臣会合でもこのデータセキュリティの促進を通じたビジネス環境の向上を図ることで合意をしているわけであります。引き続き自由で公正な国際的なデジタル市場の実現、これをですね、日本が主導をしていくことが非常に重要だというふうに考えておりまして、特に米国 EU あるいは WTO の有志国会合に参加をしてくれている国ともしっかり連携をしながら進めてまいりたいというふうに思っております。では6月来年のですね、G20 までに日米欧で合意を目指すというような形で具体的な決まりますが、その点のまだそれで決まっているわけではありませんが、当然G20 の中ではデジタル貿易大臣会合というのもですね、セットされているわけですから、そこが大きな節目になることは間違いないと思っています。以上が、